2月21日月曜日大津市議会で3月25日金曜日までの33日間を審議期間とする2月通常会議が開会しました市長からは活力ある地域づくりの推進に向け若年層の転入促進事業や新生児等特別定額給付金など転入・結婚・出生・住居・ 仕事に対する一連の支援による少子化対策移住・定住推進に取り組むための各種事業にかかる経費やグリーン社会の推進に向け本庁舎で使用する電力の100%再生可能エネルギー化や国の脱炭素先行地域の認定を目指す2050年カーボンニュートラルの実現に向けた各種事業にかかる経費などを含む総額 1246億4000万円となる令和4年度一般会計予算案をはじめ計40議案が提出されました提出された議案のうち民間の保育士、幼稚園教諭及び放課後児童支援員などの処遇改善に向けた支援経費などを計上した議案第13号令和3年度 大津市一般会計補正予算第11号については、早急な採決が必要なため、当日中に採決が行われ、全会一致で可決されました。今後は3月2日水曜日に各派代表質問が、3月3日木曜日からは質疑一般質問が行われる予定です。